アメリカ囲碁協会は国際囲碁連盟に加盟するアメリカの囲碁の組織。略称は AGA。エドワード・ラスカーとその友人によって1935年に設立された。2011年にプロ騎士制度が確立され複数のプロ騎士が誕生している。2020年12月1日、トーマス・シアン副会長が令和2年度外務大臣表彰を受賞。 毎週のオンラインニュース、アメリカ語を e ジャーナルを発行しているほか、年間の発行、国内のレーティングシステムの管理、アメリカのアマチュア棋戦である、アメリカ語コングレスの開催、国際棋戦での北アメリカの代表選手の決定など、アメリカ囲碁界の活性化のための活動を行っている。AGA では、日本ルールと中国ルールの違いを調整した、AGA ルールと呼ばれるルールを採用しており、 国際的な囲碁のルールの統一に向けても活動している。2011年12月、AGA は韓国企員とネット対局上の東洋囲碁と提携し、新たなアメリカのプロ騎士制度を発足させた。東洋囲碁が2012年の公認プロ騎士戦のスポンサーとなり、対局の模様は東洋囲碁で中継された。その後、AGA 所属騎士は 3K プロアマトーナメント戦など、 日本や韓国のプロ棋戦にも招待されて出場しており活動の幅を広げている。AGA でプロ棋士になることができるのはアメリカかカナダの国民に限られ毎年開催されるプロ資格トーナメントで決勝戦に進出した経験があることなどがプロ入りの条件となる。年は各棋士が入団した年。 AGA シティリーグは各都市のチームが互いにパンダネットサーバー上の AGA ルームでリーグ戦を行う大会である。チームは最大5人のプレイヤーで構成され、そのうち3人が各ラウンドで対局する。現在のルールはパンダネットに掲載されている。ありがとうございます。